お疲れチャンスラッです。今日ですね、バランス調整の確定内容が、ね、発表されたので、そっち紹介しつつね、やっていこうと思います。というわけで、バランス調整、昨日、おとといか動画出して、軽くは説明したんですけど、まあ、そこから変更があってね、3つ変更があります。ナイトの強化が、まあ、さすがに強すぎだと、こいつはやりすぎたということで、HP プラス 5% ではなく、プラス 3% にね、変更です。はい。まあ、言うて強いっていうか、いる十分すぎる。十分すぎるぐらい優秀だと思うんですけど、ないとね。そして大問題だったトルネは、下方されません。はい。まあ、下方という名のぶっ壊れ強化がなくなりましたよと。なんで、まあ、スケラが終わることもなく、今まで通りではあるんですけど、まあ、アーチャー自体の攻撃速度上がるので、まあ、そういったところでスケラを使うなら、まあ、ポイズンだとだいぶ苦しいかもね。スケラポイズン打ってもアーチャーいるだけで多分、ほぼ完封されちゃうぐらいだと思うんで、スケラ使うなら柳雨だったり、フリーズだったり、ちょっと今までとは違う方でね、はい、やんなきゃ大変そうかなと思います。そして最後に謎変更、ローリングウッドですね。なんか下方される予定なかったんですけど、急にノックバックの割合がね減りましたよっていう感じですね。まあウッドのね、その使用率自体もほんと高いんですよ。トップ5ぐらいにね入るぐらいずっと高いんですけど、まあ強すぎんのかな。なんだろうね、もうウッド多分これどんだけ下方されても結局上手い人はみんな使うみたいな、多分ね、タルババとか雪玉とかの代わりにはもうなれないんですよね。もうウッドの魅力度が強すぎて。ニコス、手玉しノックバックあってね。まあ多分ずっと今後もね、加工されると思いますけど、まあずっとそれです。といったとこで、残りはね、一緒ですね。文句だってロケ法とか、まあ、その辺のバランス調整はね、最初に出た段階と変わんないよって感じかな。まとめてくださったカウトムさん、おっす。さあ、というわけで今日なんですけども、加工されるね、ロケをね、使っていこうと思います。ロケ削りも今までずっとダメージ下がってきたんですけど、まあ、結局加工されると言ってもね、なくなるわけじゃない。こいつもね、ロケの代わりはいないんでね、結局今後も強いですが、恒例の加工される記念に使っていこうと思います。さあ、そしてね、ここ最近、謎マイティが流行してますね。なんかチャンピオンの中で個人的にはね、文句と張るぐらい、そんなね、今季優秀じゃないカードというか、最近特に強いとは思ってなかったんですけど、なんか下方されてからの方が、走る速度ですね。走る速度が。下方されてからの方が、ちょっと使用率上がってるみたいなね、そんな気がしてるんですけども、まあ、歩くの遅いことによって、ユニットを貯めれる。そしてこのマイティプラスの高回転の組み合わせがなんかね、チャンピオンだからこそのあのチャンピオンサイクル、手札サイクルのズレを生み出して、それがまた強いみたいな、謎に評価されてます。よいしょ、マイティね、足遅いのが足遅い、遅くなって強くなる、まあ、トルネ理論と近いのか。そしたら下方なんだけど、それが意外とね、実は強化でしたって。さあ、でもこの時ほんとドリルウォールブレーカーするだけですね。ドリルウォールブレーカーして、まあ、余裕あればロケまで打っちゃうみたいな感じです。あ、これなんか2発ぐらいかましちゃって、わー、エレキが優秀すぎん。ちょっとめんどいんで、一回消えて、ゴブリンで囲んだげよう。はい。これ、ゴブリンいるしと思ったんだけど、使っときますか。はい。はいはいはい。あ、ごめん、歩いて。やばい。あっ、あっ、はい。言うの強くない？ないと強化とかしとる場合ちゃうで。一旦家の加工してくんねって思うんですけども、さあ、まあまあ、なんか逆サイを適当に攻めて、相手がガゴでしたね。ガゴなんで、ガゴをマイティバッカーで処理とかしたいなーっていう気持ちもものすごいあります。でゴースト裂いたんで、一旦ドリルは飛ばしとくか。で記念にロケを打ちたいが、あれはみ出てますね。あ、そのガゴがマジで強すぎる。さあ、相手がしたらもう大砲強すぎろって話なんですけど、いてエレキが厄介だな。いいとビリビリが、さあ、なんか行ってあげて
言ってあげてから考えよう。なんかね、もうロケ削りすればいいかな論があります。さあ守ってあげて、うわやばい、ガゴガチでやばい、全然勝てそうにね。あれ怪しくなってきたなガゴにロケかます世界まで見えてきたけど、まあまあまだね、時間はたっぷりあります。1分半もありますから、こいつをねしっかりしばきます。はい、気づきました、こういうことです。いやーいいですね、いいですね。やべ、俺のこの変なオールブレイクビル、今から勝つですからね、本気で。そのドリルロケの底力をねみんなにお見せしよう。ドリルロケ来たよ来たよ来たよ、ピョーンって、これをするだけでね勝てちまうんですよ。あんな苦しそうなとこからでも、あゴースト最短でドリルロケ、あとは時間稼いで、危ねえ内心バクバクだったな。さあ序盤ちょっとねガゴに苦戦しましたけども、まあ、なんかね本当にロケですこれロケじゃなくてファイボとかだったらこのダメージさひっくり返すが無理なんですけど、結局ぶっ壊れが高回転ロケですね。もうネタとかじゃないんでね、ロケ削りっていうのは本当に強すぎて良くない戦術。ただのねクロスとかコカツもね、そのカードも強いんですけど影で潜んでるロキが悪いんですよ。ロキがいなければねあそこまでの破壊力が出てこないで、ね、さあこれは迫撃マイティのディガーみたいな、最近ちらほらいるやつな気もするが、攻めようと欲しかったな俺、攻めようとないとゴブリンがいる気がします。そうっすね、じゃあ飛ばさんでよかったやんっていうやつですかね。さあ迫撃マイティ、いや、ま、マイティがねえぐいんですよね。まあゴレジャイ、ロイジャイ、ゴブジャイ等には強いし、マイティがラバでもバカダメージがあるし、後ろから出しておけばチャンピオンサイクルでなんとかなるよね。この高回転との組み合わせがねめちゃくちゃいいんですよね。ロケも回るしね、そのためかもしかして高回転でロケを回すための足遅いマイティだな。でもそんぐらい言い過ぎだけどね、マイティの役割はそんぐらいっすよ。さあウッド使ったんで俺はゴブリンも使って、あーまあまあ回復迫撃、はみ出ろはみ出ろはみ出ろ。さあ一旦潜らず行きましょうか、使ってるっすもんね。さあしっかり拾ってさえあげれば、拾ってさえあげれば大丈夫そうだなと。ここはマイティもいないので行って攻め打ってまで行きたい。うん、まあなんかお互いねダメージは通ってないんですけど、最終的にこれ相手ファイボとかだと思うんですよね。なのでまあ知らんけどかませかましてないけど手前でよかったな。じゃあのフェニックスが、おなんかいいマイティになりそう。あれなんだあれかわいい、
可愛いのがあるとかませでゴブリンがディガー拾うのには優秀、拾えてないけど大きいものあるっすね削らしてもらって、いや相手のさドリルの浮きがさめちゃうまくて、ドリルはチナ入ってない一生ロケで削ってる。あーポイズンだった、これマイティンだけ行くよな、え？なんで一旦アイスピン燃えてたのになんでっていう。さあもうチチね守るのもねだいぶ苦しくなってきた攻めた方がね楽なことに気づきました。やめて、いい位置なのよ。なんかさあドリルロケラッシュをしたいところですね。いきますか、ドリル。これ絶対だってゴブリンかマイティですもんね、相手は。かわいそうっす。さあ、いやでも拾うのうまっ何それ拾うの、あなたさん。さあもうドリルロケです。で陸行きはねありがたいこといっぱいいるんで、187で、まあ負け筋はマイティ事故ぐらいですね。さあという感じでもうただのロケ削りです。でドリルも入ればねありがたいよねと。素晴らしい反撃だあんなとこに、まあよく見るとこのデッキね対空全然ないんですけど、マジロケで立ってさえね溶かしてしまえばマイティで、後ろの空はもう全部ロケットでやっちまおう、マイティの爆破で乗り越えようって感じっすよね。さあゴブリンバレル、いやこかつか、もうロケ打ちてえな、ロケ打ちてえよな。さあ序盤のこの1000ぐらいのダメもだいぶ痛い気がするけど、さあこっからっすね。相手もマイティかな、もしかして。おお、ナイトね。あーでもナイトもあれか、枯渇にも入ってんのか、強化されんのによ。めちゃくちゃ強いやん。違う、いや全然違うじゃない。さあこれ攻めウッドまでやんなきゃね、あれを突破できないんだけど。え、めちゃくちゃちょうどいい、めちゃくちゃちょうどいい。ヤング、あーいい、トルネ、いやまさかのトルネ濃かった。あーキングギドはされたくないよね。さあちょっと痛いが、痛いが痛いね、痛いがまだ許される。トルネならでも知れたのはねでかいっすよ。これだったら相手めっちゃきつくね、終わったくね。ウッドアイスか、あんま、うん、あウッド取るね、ウッド取るね。プリンセスこんにちは、まあ置いとけばいいか。あこれロケ打たれんなこの位置、やめて。まあ、ロケ打たれたら俺も打つんだね、仲良く行こうぜ。スーたない、打ちますけどね俺は。削ってくよ。さあこれでちょっと入ってんな、ちょっと入んのもマジで強いから。さあ相手もねロケットにはロケットですよと。これはウッドがいらない、んなんで入ったの。さあからのもうこっからはね、ドリルロケです、ただの。ドリルロケで、いっぱい削ってもらって。それちょっと大きい。拾いたい。うわ、拾いたい。やばい。ロケで行かれる。俺のドリルロケ、刺さんなかったら負けです。祈りの。おい刺さってく
危ねえ。これロケのダメージがね、加工されとけば、ロケットで、落ちるよな、今の。今のはさすがに落ちそうだったら570。ダメージもね、加工されすぎて、覚えれねえな。定期的に変わっていくかな。昔はね、呪文のダメージも全部覚えるのが当たり前というかね、覚えてないみたいな感じでしたけども、いや、変わりすぎて。キングレベルとかまで変わってるから。呪文レベルをね、今とか全部覚えれてる人は、単純に頭がいい。頭がいいと思ってください。勉強できるタイプだ。じゃないときついよね。ああ。もうガゴムやん。そう、フェニックスガゴムレか。なんだ、迫撃砲。あっちゃ、いや違うな。うん、いや分かんないですね。まあ、でもマイティの爆破で、あれ迫撃だったな。フェニックス入ってたっけ。ホバリングアーチャーの迫撃はあったっすけど、フェニックス入ってたっけ。スケルトンブーター、いい。スケキンがいてみたいな感じか。まあスケキンいるんで一旦ドリルはいいやろ。おお、ちょっと違う、なんか新しい迫撃ですかね。わかんないけど、いやのめい、一旦フン落としてもらって、読まれる。これドリルからの攻めウッドまで見えるな。あー見えなかった、ぶちやった、やばい、終わるっす。危ねえ、危ねえっつってもまだ危ねえ。危ねえ。さあガゴムレ許容やばいな、あれ。あのガゴムレ、これめっちゃ強いんだけど、フェニックスまでいるもんな。さあでもこのデッキはもうね、あの放つしかない、これを。大砲置いて、マイティは消えない。さあゴブリン、いやーこれ溶かせんの強っ。ちょっと痛いけど、謎に拾えてしまう。いやマイティいいっすね、ガゴムレやれんのめちゃくちゃでかい。そこ一旦いつもと違う。耐える、いやマイティー、マイティーなんか一気にはまりそうだな。はまれたね、よいしょ。すごい危ないんでロケ一発だけやん、ほんとに。いやもう一発入りそうだな、あれあれ、マイティーマイティー言ってたら吹き矢が強いんだ。あでもセラム来るよね。これも変えてロケス回します。あのバニマイティ出てると手札サイクル狂っちゃうんですよね。はい、早すぎだろ、まあ、ほぼロケ。何回打ってんだろうこれ、どういうこと。まあまだ来シーズンもねマイティは
生き生きしそうな、来シーズンこそ生き生きするかもしんないっすよね。さあコウモリか、久しぶりになんか見た気がする。あーガゴとかもね、だからコウモリとかが、いや多いて、飛びすぎやろ、羽ばたきすぎやろ。そうなんかこんだけいるとちょっと厄介かもね。コウモリにはまあアイスピで、ガゴには爆破でぐらいが理想だったんですけど、おおなんかでもちょうどいいロケもある。これなんかちょっと怖かったんだね、確実にね。巻いてやられてもいいんでね。はい、さあスパーキーにはロケ、まあガゴガゴ群れがチートよ、チート厄介。さあちょっとオールブレイカーでねコスト使わしてね、ジャイの HP を削っていきますこれで。防衛、これバルーンとかありそうだな。あロイジェの方かな。さあこれぐらいなら、いやこれマイティ使った方が良かったかな。あこれマイティ使った方が良かったですね。いてーいていていて、出し惜しみ、あー出し惜しみしてめっちゃいるやん。あガゴに普通にマイティバッカー使っていいっすね。でガゴ群れは来たらもうロケでもいいっていう最悪で、スパッキーはドリルとか生やしたりね、適当に守れる。そうしよう、やっぱ出し惜しみはね危ないっすね、もったいないっすね。使えるときに使っていかなきゃ。さあ今から急いでロケ回したい。V ジャイね、ロイジャイホグまで見える。さあタケノコ林の、えそんな優秀なタケ取り方法、逃げます。さあガゴ群れ、あ多いて、俺のエイムこれ当たるかな。いや珍しくいいエイムしてる。マジどんな攻め方よっていう。さあここ乗り切ったらもうね、俺は回す。いや当たってくれ、さすがにこれ外れたら終わる。オーケー、ガゴ群れもねちゃんと巻いてあるんで、はい、矢波みたいなもん相手から諦めたっすね。さあさすがにね、いや飛びすぎだな相手の回復。まあ一回事故るとね怖いですけど、これがマイティだからこそね守れるっていうのもね強みっすよね、空に対してのね。さあ足遅くなったことでね、防衛だけは一丁前なんでね、防衛だけは待ってみてるとたまにね、あーテスラやんけ、クロスかよ。たまにねマイティがぶっ刺さって勝てるとかもあるんで、ノットでポリス、私は警察じゃないよってこと。そグッドゲームって言われた。さあ遅延型のね、ああ着衣じゃないですね、あ着衣じゃないのはでも助かるな、ナイトであれ。さあもうローキー打って結局ね、まあここでロケ削りされてもドリル、ウォールブレイカー、なんだ逆サイマイティー、マーシマシゴブリンまで見える。それに使ったテスラかな、ニョッキ誰やろ、どうするあのテスラめんどくさいな、俺もテスラみたいな立つどっかいって。ケツマイティしてロケ撃たれたら逃げるでもいいな、撃たれなかったら、まあ、あバルキーしかも冴えてくれたっすね。これは俺からしたらちょっと熱い展開でして、あーテスラで受けてくんのか、てかスケの使い方がうまっ。
いやー、相手ウッド今使わなかったっすね。ちょっと危ないとこでしたけど、まあ、今は耐えれんなら。そして厄介なのがバルキリーっすね。バルキリーか、まあ、イケイケでいきたいな。おわっ、すごい。あ、これも結局ここまで固めてくれると俺からしたら誕生日プレゼント。いやー、分かってたでしょそうなるよなって思いながら絶対置いてたし。攻め打って打ってね、削っていきたい。でも攻め打って打ってはみ出してほしいんですけども、これはロケ削り対決になりそうだな。そうっすよね。そうですね。あれ、ロケ削り対決になるんだ。これ、この失態はやばい。さあ、まあテスラ壊せんならいい。でロケは俺が攻め打った時に相手の攻めクロス厄介なんですけども、マイティ大砲とかで守るしかないです。これっす。ああ、でもこれは美味しい。そしたらもうね、ロケ打てるんで。おわいこ、アイスピのダメージすら欲しい。ウッドからのユニット、いいっすね。うわ、マジで分からんことになってきた。試合展開置いとけばいい。え、無能か。あー、めちゃくちゃいい色。あ、終わった。いや、耐えれんな。取りなったな。ドリルロケ2周だ。俺の削りの方が早かったらいいんでしょ。取れない。うわー、取るね、取るねー。取るねーのダメージがかわされてれば、かわされてればあったか。まあ少々のダメージ差ならね、最後の鬼ロケ回しでなんとかなりそうっすね。まあだからこそ序盤は変なダメージを負わない、こういうホグ入れたくない、入れたくない願望強すぎていらんかったけど、よかった。さあ、ホグザップ。あ、いや、ガゴムレ多くね今日。さては強い。まあ来シーズンアーチャーもガゴ、あのロケホンも入るんで、おめでとうございますガゴムレ。マイティも強いな、動作合わせるとね。あー、これちょっと苦しい感出しとくと、ディガーが飛んでくるまで見えるが、さあ飛んでこない。で大砲置いて、うーん、ザップで、ザップ来ても、さあこれは守れます。まあこれはもう俺が事故んだけど、最後にドレルロケかまして終わりだろと思いたい。カゴムレミラーね。お、なんかイカチで聞いたっすね。ああ、これもしかしたら、あ、そう、エリババのファイブザップインフェのやつだこれ、この時見たことあるぞ俺。マジ知ってんの。まあ、一旦ギャングか。ファイブザップなんですよね。インフェまであります。なんかこんなデッキ使ってる人いたんですよね。さあ、まあちょっとぐらいいいやろと。すげえ怒りくる。だから一つ言えるのは、エリババミラーまで来ますなんかこれ使ってたらないけど、一旦ケツマイチしとく。ホグミラーもあんだから一発ならくれてやんや。一発だけやぞ。さあインフェ出てくる。いや、気持ちよすぎるだろこれ
最高だよ今の。エリーババをタワー巻き込んでロキ打てるか普通。さあありがたい。あーやべ冷静に。まあザップだけなんでね、攻め今打っていなかったな、許容して。あでも打ったまります。潜れ。はい、さあ976はロキ2発っすね。ロキ2発ってでもだいぶ怖いなこれ。やべ変な分離だ。あうまいね。あーこれ流行りがないですね。ザップでリセットされるとはいえ、えちょ待って、レベル15ちょっと強いってインフ。いや入らない、怖い怖い怖い、待って待って、僕ミラー来そう。ハイボ、いやロケちゃっち打つか。なぜロケ打たないんだってみんな思ってるよね。防衛にビビってます防衛にビビるな、行くしかないんだ。あマジで、守れ守れ守れ、施設いっぱい置いてマイティーまで出して、守れ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 、守ったらロケットこんにちは。さあこのドリル防衛で使えるのがねマジ強い。これがいいっすよね、発揮技法みたいな感じに近い。ドリルはね攻めでも使えて守りでも使えるんでね、これがね便利すぎる。というわけでこちらねマイティードリルやったんですけど、まあ来シーズンもねマイティ自体は強そうっていう気がしますね。はい、まあ、個人的にはロケホーアーチャーめちゃくちゃ推してるんでね、その辺のね動画をまた上げたいと思います。ではお疲れ様でした。